では今日のタイトルを確認しましょうルカの福音書50回70人の派遣ルカ10の1から1 2では朗読お願いしますルカの福音書第50回70人の派遣ルカの福音書10章1節から12節その後主は別に72人を指名して ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に二人ずつ使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ、行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは 狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も袋も持たず、履物も履かずに行きなさい。道で誰にも挨拶してはいけません。どの家に入っても、まず、この家に平安があるように、と言いなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければ、その平安はあなた方に帰ってきます。 その家に留まり出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても人々があなた方を受け入れてくれたら出されたものを食べなさい。そしてその町の病人を癒し彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい。しかし、 どの町であれ、人々があなた方を受け入れないなら、大通りに出て言いなさい。私たちは、足についたこの町の地理さえ、お前たちに払い落としていく。しかし、神の国が近づいたことは知っておきなさい。あなた方に言います。その日には、ソドムの方が、その町よりも裁きに耐えやすいのです。 はい、ありがとうございます。では今日のタイトルを確認しましょう。ルカの福音書50回、70人の派遣、ルカ10-1から12ですね。さあ、毎回行っていますが、いつものように文脈の確認です。こういうふうになってます。イエスのガリラヤ地方での奉仕が終わりました。ルカ4-14から9-50。そしてルカ9-51からエルサレムへの旅が始まりました。これが長いんですね。ルカ9-51から 19の27までで続くんですねえ前回からエルサレムへの旅が始まりました。前回確認したのは、ルカが書いてるのは、これ、エルサレムに向かう途上のイエスの奉仕を記録してるんです。ルカは旅の工程や、あるいは地理的情報に関しては、あまり深い関心を払ってないんです。それよりは、ルカの関心事は、イエスの教えなんです。 ですからいろんなところで様々な機会にイエスが弟子たちに教えた教えがエルサレムの旅という大きなセクションの中に記録されているということですね。ですから旅の工程をたどろうとしても混乱するだけですからそれは横に置いておいて旅の途中でイエスが弟子たちに何を教えたのかということに関心を払いたいと思います。今日も実はそうなんです。イエスの教えなんです。これが 大きな文脈ですが、immediate context。直近の文脈。これを確認してみましょう。直近の文脈はどうなっていたのか。はい。まず、サマリア人たちはイエスを拒否した。これを確認しました。そこでルカは次にイエスを拒否した人たちから3人の志願者に視点を移しました。弟子志願者ですね。これは前回学んだ内容です。 拒否した人から弟子志願者に視点が移動したわけです。で、今日の箇所はその延長線上にあるんで、つながってるんですね、全部。次に3人の志願者との対比で70人の弟子たちの派遣が語られる。だから、ルカは非常に厳密に計算して、あるいは計画して、福音書を書いてるわけですね。そして4番目、最初のミッション。これは、 ガリラヤ伝道の中で行われたミッションでありますけど、これは十二使徒の派遣でした。9の1から6、及び10。最初のミッションは十二使徒の派遣。次のミッションが70人の派遣。これが今日取り上げる内容です。2番目のミッションは70人の派遣である。これはルカだけの情報なんです。でなぜルカがこのことを取り上げているのかということは、 少し先に行ってから説明したいと思います。で、ルカの意図は、宣教の広がりを記すことにある。から、ルカは、ルカの福音書を書きながら、使徒の働きのことをもうイメージしてるわけですね。使徒の働きでは、弟子たちが世界宣教に出ていく物語ですね。そこにつなげようとして、70人の派遣という宣教の広がりを書いてるわけです。でルカの協調点は、 70人の宣教活動そのものではなく、イエスの教えである。ここでもそうなんです。だから、70人が具体的に出て行って、どの町に行ってどういうメッセージを語り、どういう結果があったかということは、あまり書いてないんです。弟子たちが帰ってきて報告している言葉だけで、ルカは宣教活動そのものは省略して、イエスの教えに焦点を合わせて書いているということ。これが、 直近の文脈の内容ですね。さあそこで今日のアウトラインを見てみましょう。今日のアウトラインです。一番目、70人の派遣。これ、一節です。二番、これが一番大事です。派遣に際してのメッセージ。二から十一節三番、裁きの言葉。十二節これ、派遣する前にイエスが不信仰な町を 出席されたという内容。これが12節ですねで。今日の着手点です。今日の結論ですが、イエスの教えの普遍的適用。これはよく申し上げてますけれど、歴史的情報っていうのは、その文脈の中で、その人たちに語られた内容なんです。ですから、ここではイエスが十字架にかかるために、エルサレムに向かう途上で、 弟子たちだからそれはそのまま私たちに適用されるものではないんです。歴史的に起こったことは今の私たちにそのまま適用すべきではない。これが解釈学の原則なんです。ただし、ただしイエスの教えの中には普遍的に適用される部分があるんです。これが説教者がメッセージの最後に 適応を語りますけど、その説教者のセンスといいますか、あるいは洞察力といいますか、それが一番現れるのがこの部分なんですね。だからいかに歴史的に語られた内容から普遍的要素を抽出して、それを現代の読者に、あるいは現代の聴衆に適応していくかというここれはとても大事なポイントなんです。ですから、今日の結論では、 イエスの教えは歴史的に語られた内容だけどそこには普遍的適用があるどんなものがあるのかということをここで皆さんと分かち合いたいなと思っていますねこれが今日の結論ですではいつものようにアウトラインに戻って確認してみましょう3つあります1番70人の派遣1節2番派遣に際してのメッセージ 2節から11節これが一番大事です今日は3番裁きの言葉12節そして今日の結論イエスの教えの普遍的適用。これを見てみたいと思いますさあこれでイントロダクション終わりましたご準備いいですか行きますよ Are you ready? はいありがとうございますでは行きましょう今日は 70人に与えたイエスの教えについて学ぶこれが今日のメッセージの内容ですではローマ数字の1番からいきましょう70人の派遣一節ですね一節を読んでみましょうその後主は別に72人を指名してご自分が行くつもりのすべての町や場所に 先に2人ずつ使わされたこれが十章の一節です。主語は何という言葉ですか主語は主という言葉です。イリシャ語ではキュリオスという言葉です。この言葉はイエスの権威を示している言葉です。ですからルカは70人の派遣に際してイエスの権威を強調しているということですね。 イエスはその権威に基づいて70人の弟子たちを派遣されたわけです。さあここで私は70人と言ってますが、一つ問題が出てきます。派遣されるのは70人なのか72人なのか <laughs> という問題です。今読んでる聖書は新海約2017という改訂版ですね。72人になってます。 でも私は70人と言ってるんです。どちらが正しいのか。これは訳によって真っ二つに分かれてます。これ五分五分なんです。70人と訳しているのは新海訳第3版、日本語ではさらに文語訳、英語聖書では NASB、AV、RVS。72人と訳しているのは新海訳2017、新共同訳、口語訳、および NIV、NEV、j b ですね。 新海薬見ても第3版から2017に移行した時には70人が72人になってるんです。なぜこうなるのかというと、これは写本上の証拠をこれ見てるわけですね。で、写本上の証拠は五分五分なんです。どちらも相当信頼できる写本なんです。ですから、約が70と72でほぼ五分五分に分かれてるわけですね。さあ、まあ私がどう思うかですが、 どちらを採用しても <laughs> 大きな意味の違いはありません。70でも72でもいいと言えばいいわけですね。ただし、ここでイエスが世界選挙を予見していたとするなら、つまり、人の働きで展開される世界選挙を予見,予見していたとしたら、正解は70人だと思います。どうしかというと、70という数字、これは 創世紀十章を見ると、ノアから派生した70の国々が記録されてるんですね。ですから、違法人諸国のことを言ってるわけです。それをイエス様が意識していたとしたら、おそらく70人が正解だろうと思われますね。まあ、私は70人説を採用していますが、これも固執しているわけではありません。ですから、ここでは70人と言いますけれども、72人でも 大した差はないというふうにご理解ください。さあ、このミッションは最初のミッションよりは規模が大きいです。ガリレアで行われた最初のミッションは十二使徒の派遣です。ここでは70人が派遣されています。そしてさっきの聖句に戻ってください。これですね。主イエスはご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に二人ずつ使わされた。 とありますこれどういうことかっていうとガリラヤから今エルサレムに向かっているんですがその途中の町々村々に弟子たちを派遣したということですで。派遣するパターンはいつものように2人1組ですね。2人1組の利点は何かというと安全が守られるということ。さらに重要なのはユダヤ的視点です。ユダヤ的視点では 証言の信頼性っていうのは、信憑性っていうのは、二人ないし三人の言葉で決まるんです。ですから、ユダヤ的視点から、そのメッセージの内容を信じてもらうためには、二人の証言が必要だということです。ここで70人が派遣されますけど、彼らの役割は、バプテスマのヨハネのそれと似ていますね。まあ、彼らは、 先に行って宿と食事をの用意をすることが主要な任務ではないんです、ここでは。彼らの主要な任務は何かというと先駆者としての任務です。メシアが来られる前に人々の心を整えることが彼らの任務です。ですから、シュイエスはエルサレムに向かう途中の町々に弟子たちを派遣して人々の心を準備するということを命じたわけですね。 これが一番目のポイント。70人の派遣一節ですね。さあ、ローマ数字二番に行きましょうね。二番。派遣に際してのメッセージ二節から十一節ここが一番重要なポイントですね。これしっかり見ていきましょう。では二節から見ましょう。そして彼らに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、 ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。はい。派遣に際しての最初の命令は祈りなさいなん。祈りなさい。どういう祈りかっていうと、働き手を送ってくださいという祈りです。働き手が足りないって言うんです。で、この祈りをすると、祈る人自身が 働き手になる必要があります。私は除外しますけれど、それ以外の人が起こされますようにという祈りは通用しないということですね。祈りなさい。働き手を送ってくださいという祈りが最初の命令でした。ここでは、収穫のイメージが用いられています。まあ、古代世界では農業に勤しむ人が多くいましたから、だから収穫のイメージというのは、 よく知られている。体験的に知られているイメージですね。収穫っていうのは比喩的言葉ですけど、これは不信者の群れの中からイエスを信じる者を集めることなんです。これが収穫という言葉が表している内容です。そしてイエス様は言われました。収穫は多いが働き手が少ないっていうんです。収穫多いが働き手が少ない。だから収穫のための 働き手が必要であるつまりイエスはできるだけ多くの人が収穫の働きに参加することを願われたわけですね。これちょっと注意しておかなきゃいけないのはこの教えっていうのはさっきも触れたように十字架以前の話です。これからエルサレムに向かおうとしている途上の話なんです。この段階では収穫は多いが働き手が少ない。だから 収穫のための働き手が必要だ。祈りなさいと言われているわけですね。つまり何が強調されているかというと、緊急性です。そして豊かな収穫です。この緊急性、時がないということと、それから緊急性を持って豊かな収穫を刈り取る必要があるということ、これがここでの強調点ですね。私たちは十字架以降の時代に生きています。 イエスが十字架にかかり、墓に葬られ、復活し、天に昇り、精霊がくたり、教会が誕生して、約二千年経ってるわけです。今の時代、今も、収穫は必要な働きです。それを否定するつもりは全くありません。私も、日々、一人でも、一人の魂でも収穫したいと願っていますが、 しかし今の時代、それ以外に種まきの必要性です。種まきの重要性を見過ごしちゃいけない。種をまかないと芽が出てこない、収穫ができないんです。ですから、収穫のイメージがそのまま今の時代に適応できるかというと、そうではない。種まきの大切さということ。一人一人、皆さんいかがですか福音の種をまいておられますか 私たちの日々の行動、語る言葉が種まきにつながってますでしょうか。そのことを今の時代のクリスチャンは意識する必要がありますね。さあ、2節、これではありますね。まず、祈りなさい、とイエス様は言われました。次行きましょう。3節。さあ、行きなさい。いいですか。私があなた方を遣わすのは、狼の中に 子羊を送り出すようなものです。これが三節です。ここでイエスは、良き羊会として70人の弟子を派遣するんですが、これは70人の羊たちです。もっと言うと、子羊たちです。さあ行きなさいという言葉。これを促しているわけですが。これ宣教への参加を促す命令です。さあ行きなさい。 さあ、立ち上がれなさい。願わくは今日、この礼拝に参加しておられる方の中で、神様に従うことを躊躇している人がいるならば、この言葉を聞いてください。シュイエスが、さあ、行きなさい。さあ、立ち上がりなさいと語っておられませんかしっかりとその声に耳を傾けていきたいと思います。さあ、行きなさい。これ、選挙への参加を促す命令ですね。そして、 70人の羊、70人の子羊たちは危険な環境の中に投げ込まれるんです。イエス様はこう言われました。狼の中に子羊を送り出すようなものだ。これも格言的言葉ですね。イエス様の教えっていうのは格言となって残っていますね。狼の中に子羊を送り出すようなものだから。 じゃあ何なの次がポイントですね。それゆえ、神にのみ信頼する必要があります。狼神から守ってくださるのは神様です。イエス様はあなた方を使わすと言われます。この動詞ですが、アポステロウという動詞です。名詞になるとアポストロスになります。使徒という言葉です。だからイエスは彼らを 自分の代理人として派遣されたわけですね。イエスの権威によって派遣されたものは、イエス自身が出ていってるのと同じことなんです。イエスの代理人として彼らは派遣されたということ。これが大事ですね。私たちは福音を語るときに、この認識を持つことが非常に大事です。イエスの代理人として私は今語ってるんだ。この確信この権威、 この信仰。これによって魂に語りかけていくんですね。さあ、4節に行きましょう。具体的な命令が出てまいります。財布も袋も持たず、履物も履かずに行きなさい。道で誰にも挨拶してはいけません。はい、これは当時の習慣に合わせて少し細かく説明する必要がありますね。このミッションは 短期のミッションなんです。何年もかかるものじゃないんです。短期間なんです。もう時は迫ってるんです。緊急事態なんです。だから短期のミッションなので身軽に旅をする必要があるということです。イエスは旅のために十分な用意をせよとは言われなかったんです。財布も袋も持たずと言われたんです。財布も袋も持たないっていうのは これは誰かの援助に信頼すするわけですねつまり途中で出会う信者の援助と神の助けに依存するわけですね財布を持たないというのは分かりますが袋というのは食物を入れて持ち歩くための袋ですね信者の援助と神の助けに依存して伝道しなさいということですでイエス様がこのことを言われるのはイエス自身が 父なる神に依存しておられた。それを真似て、弟子たちもイエスのように神に依存する必要がある。それから、履物も履かずに行きなさいって、これは誤解しやすいですが、これ裸足で行けっていう意味ではありません。履物は履いてるんですが、履物の替えを持たないっていうことです。今履いてるもので出て行けばいいということです。さらに誤解しやすいのは、 道で誰にも挨拶してはいけませんということはですね、イエスはここで社交的であることを禁じたわけではありません。古代中近東の習慣を理解する必要があります。古代中近東では挨拶が長々と続くことがあったんですね。道で出会うと、もうすごく長く言葉を交わすことがあったわけですが、それを戒めたわけです。時間の浪費は 本来のミッションの妨げとなる。緊急性が必要なんです。だから、無駄なことに時間を使うな。というイエス様の教えですね。次、五節、六節に行きましょう。どの家に入っても、まず、この家に平安があるようにと言いなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければ、その平安は あなた方に帰ってきますす節6節ですね弟子たちは家に入るときそこで祝福の言葉を語るように命じられましたどういう言葉かこの家に平安があるように私たちもどなたかの家庭を訪問したときにはこの家に平安があるようにこの会社に平安があるようにこの学校に平安があるようにこの教会に平安があるように この言葉を祈りとして語ることができますね。平安っていうのはエブル語でシャドームですね。シャドーム。で、そこに弟子たちを歓迎してくれる人がいる。そういう家ならば、その平安はそこにとどまる。その家には平安の子がいる。平安の子というのは信者ですね。イエスを信じる者がいて、弟子たちの 言葉を受け入れてくれるならば彼らの上に平安がとどまるということです。歓迎してくれない家ならその平安は弟子たちに帰ってくる。無駄になるわけではない。その家には平安の子がいない。つまり信者がいない。から弟子たちを受け入れる家には平安がとどまり受け入れない家にはその平安が弟子たちに帰ってくるということですね。 次に七節八節に行きましょう。受け入れてくれた場合ですね。その家にとどまり出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの家に入っても人々があなた方を受け入れてくれたら出されたものを食べなさい。はい。 一つの家にとどまったら家から家へと渡り歩いてはいけない。なぜか。まず時間の浪費になる。新しい家を探さなきゃいけない。時間の浪費になる。さらにその家の主人を侮辱することになる。当時の町町村々の状況を考えてみると非常に閉鎖的な共同体ですから外部から 客が来たらみんんなわかるんですその客が、その訪問者がどの家に滞在しているかってみんな分かってるんです。その人がその家を離れて別の家に行った場合になんでそうなったのかということを詮索するわけですね。十分なもてなしをしない家だというふうに批判されるわけですね。そういうふうな事態を招いてはいけない。それが家から家へと渡り歩いてはいけないという。 命令の意味ですね。さらに彼らは出されたものを食べたり飲んだりすべきであるということが命じられました。気に入らないものがあっても食物が与えられることに満足すべきである。何でも出されるものをいただく。これはまあ伝道者になるとよくわかりますね。巡回伝道者になると。 いろんな教会からお招きを受けてそこに泊めていただいたりあるいは食事を出していただいたりする出されるものを食べたり飲んだりして感謝してお交えをするそれが伝道者のもうこれは最低限のマナーですねで主の働き人が物質的な報酬に預かるのは当然のことであるこれは イエス様は語っているここでちょっと考えたいのはユダヤ人たちには食物規定というのがありました。不条食物というのがあるんですね。ですから全ての家が食物規定を守っているわけではない。中には出されたものが不条食物である可能性もあるんです。 その場合はどうするのかイエス様の言葉では、出されたものを食べなさい。ですから、不浄食物であっても食べてよいということですで。この段階ですでに、主イエスは、食物には汚れたものや清いものがあるわけではないという宣言をしておられます。マルコ7の18から19を見てみましょう。イエスは彼らに言われた。 あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか分からないのですか外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはここですね。すべての食物を清いとされた。そうなんです。だから、ある家に泊まって不浄食物が出てきても食べてよいんです。 イエス様がすべての食物を清いとされたから食べていいということになりますねさあ次九節に行きましょう奉仕の内容ですね九節そしてその町の病人を癒し彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい、はい、これが奉仕の内容です 70人の役割は何かというとイエスとさらに十二弟子が始めた奉仕をここでは継続しています。奉仕の内容は病人を癒す特にメッセージを語る前に癒しを行っているんです。もう一度申し上げますがこれはイエスが十字架にかかる前の緊急性を持った時の命令ですからね。 だから70人はまず病人を癒す。メッセージを語る前に癒しを行う。なぜかというと、メッセージの信頼性が増すからです。彼らが語るべきメッセージは、神の国があなた方の近くに来ているということです。解説するとこれは、メシアが来られた。ナザレのイエスがその方である。だから神の国は近づいたっていうのが、この時のメッセージなんです。 私たちが今伝える福音の内容とは違うんです。時間的にも空間的にも、旧約聖書が予言していた神の国、つまりメシア的王国は近づいたって言うんです。近づいたって言うんですからまだ始まってないんです。いつ始まるのか。ユダヤ人たちがイエスを信じたら神の国が始まるんです。しかしユダヤ人たちはイエスをまだ信じてないんです。彼らがイエスを信じるまでは神の国は始まらない。 終末論的には、これは大観南時代の最後にユダヤ人たちがイエスを信じ、彼らの祈りに応えてイエスが地上に再臨され、それから神の国ができるわけです。この段階では神の国はまだ始まってないんです。ただイエスが来られたので、イエスを信じたら神の国が始まることになる。極めて神の国は近くにあるんだというのは、弟子たちが伝えた。 メッセージの内容です病人を癒し次に神の国が近づいたというメッセージを語るこれが彼らの奉仕の内容です。節11節しかしどの町であれ人々があなた方を受け入れないなら大通りに出て言いなさい私たちは足についたこの町の小さいお前たちに払い落としていく。 しかし、神の国が近づいたことは知っておきなさい。はい、十、十一ですね。受け入れない町が当然出てくるわけですね。受け入れない町があるなら、公に、つまり大通りに出てってのは、公にです。パブリックに二つのことを宣言する。一つは、不信仰を求断する象徴的な行為を行う。これ、ユダヤ人であれば全部、 みんな理解したんです。その町を糾弾する言葉を語りながら、足の塵を落とす。これは象徴的な行為なんです。二つ目は、神の国が近づいたことを知っておきなさいと宣言する。これは裁きが下るという予言です。神の国が近づいたということを聞いたのに信じなかった。そのことを覚えておきなさい。不信仰の上に裁きが下るという宣言です。 これをイエス様は弟子たちに命じたわけです。さあこれで派遣前に弟子たちに語られた教えの内容が終わりました。ローマ数字の3番目見てみましょう。裁きの言葉12節ですね。これ派遣する前に不信仰な町に対する裁きの言葉をイエス様は語っておられます。12節見てみましょう。 あなた方に言います。その日にはソドムの方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。はい。ソドムという言葉が出てきましたが、弟子たちが出ていく。しかし信じない町々がある。で、ソドムと不信仰な町々には共通点があるって言うんです。共通点は何かというと、神から警告を受けても、悔い改め、神の言葉を信じようとしなかった。 そこが共通点ですね。ここでも格言がありますね。ソドムの滅びっていうのは格言になりました。ソドムだけではない。ソドムとゴモラの滅びっていうのは、これ、格言になったんです。例えば、イザヤ書の1の9から10。ここでイザヤはエルサレムの滅びの予言を語ってますが、ソドムとゴモラを例に出して、エルサレムの滅びの予言を語ります。見てみましょう。 もしも万軍の主が私たちに生き残りのものをわずかでも残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴムラと同じようになっていただろう。はい。ソドムとゴムラが出てきました。聞け、ソドムの首領たちを、主の言葉を、耳を傾けよう、ゴムラの民を、私たちの神の身を知れに。はい。イザヤは、ソドムとゴムラを例にとって、エルサレムの住民に語りかけてるわけですね。 でソドムと不信仰な町々の比較を少し具体的に見てみましょう。イエス様が弟子たちを派遣する前に、この裁きの言葉をお語りになりました。はい。ソドムには、ロトという商人がいた。ロトという義人がいたんです。ソドムの人たちは、神からの死者。これ二人の天使です。二人の天使を受け入れようとしなかった。つまり、 ロトという義人がいてロトから神の義について聞く機会があったまた二人の天使が来たけどそれを受け入れなかったこれがソドムですね不信仰な町々にはメシアの先駆者という証人が与えられた70人の証人が派遣されたわけですしかし不信仰な町々の住民たちはイエスからの死者を拒否したこれ似てますでしょうソドムと 不信仰のまちまちが非常に似てるということですねソドムの罪よりも不信仰のまちまちの罪の方が重いというんですが次回ですねコラジン、ベッサイダカペナウムを取り上げますこれ不信仰のまちまちの例としてコラジン、ベッサイダカペナウムが出てくるんですねでソドムの罪よりも不信仰のまちまちの罪の方が重いとイエス様はここでお語りになります 実はこれは弟子たちへの励ましの言葉でもあるんです。だから弟子たちが語る言葉は神の言葉である。彼らには神の権威が与えられる。だから不信仰の町はその言葉に基づいて裁かれるんだ。それぐらい重大な使命だよということをイエス様は裁きの言葉を語りながら弟子たちに伝えてるわけですね。さあ次回コラジン別サイダーカペナーも取り上げますが今日の解説は ここまでですさあここから結論に入りましょう今日の結論見てくださいイエスの教えの普遍的適応ですねじゃあいくつか挙げてみますから復習しながら確認しましょう普遍的適応というのはいつの時代でもこれは適応されますよという内容ですまず一番目 二人一組で出ていく。これはさっき申し上げたユダヤ的文脈では、証言の信頼性に関係してくるって話をしました。二人で行くと、その証言の信頼性が増すということ。それは、教会内の罪の問題を解決する際でもそう言えます。第二コリント13-1。私があなた方のところに行くのは、 これで三度目です。二人または三人の証人の証言によって全てのことがことは立証されなければなりません。パウロは教会内の問題を取り上げる時に二人または三人の証人の証言が必要だというふうに教えています。今もそうですね。何かを良くないニュースを聞いた時に噂を聞いた時に私たちはすぐにそれで判断しないで複数のソース複数の情報源を 確認して、間違いない情報であるかどうかを見るということ。これはとても大事なことです。だ自分が伝道に行くさいでも単独ではなくて、複数で2人、ないし3人で福音を伝えるということ。これはすごく大事なこと。普遍的適用が可能な内容ですね。2番目。祈りを優先させる。思い出してください。イエス様が最初に与えた命令は、 祈りなさいでしたね。仕事量に比較して働き人が不足してるっていうんです。祈りの内容は働き人が増やされるように祈るということです。祈ったならば、自らがその祈りの答えとなる。自ら働き人として出ていく。これがここでのポイントですね。私たちも同じことです。祈ってますが、私が祈りの答えとならしてくださいと。と 祈ろうじゃありませんか3番目イエスの弟子は敵対的な環境に投げ込まれるこれは今も全くその通りですイエスの弟子はこの時も今もこの世から迫害されますこの世の価値観はクリスチャンを責めてきますヨハネ16の33見てくださいこれらのことをあなた方に話したのは あなた方が私に会って平安を得るためです。次ですね。世に会っては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。このことが本当に力がありますね。この世に会っては真実に生きようとしたら苦難がある。しかし勇気を出せって言うんです。どうしてかというと、イエス様はすでに世に勝った。 この世の価値観をコントロールしている悪魔に勝った。この世の価値観に勝利した。この世はますます聖書的価値観を否定してきています。今、キャンセルカルチャーという言葉が数年前から流行っていますが、今の状況に立って過去の歴史を否定し、過去の人物を、英雄たちを断罪していく、裁いていく動きですね。聖書も キャャンセルカルカチャーの対象になっていきます今の価値観から言うと聖書のこの教えは間違ってるよね違うよねそれを主張すると激しい反発に遭うことになりますイエスの弟子は敵対的な環境に投げ込まれるしかし勇気を出しなさいという言葉が与えられているということ4番目身軽に人生を生きるということ このミッションは短期間のミッションだって話をしました。だから身軽に行けばいいんだということですが、ね、人生も長くはないですよ。人生も短期間のミッションのようなものです。だから、この地上にいつまでもとどまるような思いで生きてはいけないということです。第二コリント6の10を見てみましょう。悲しんでるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を飛ばせ 何ももも持持っっててていいいなですす。べののをまこれがパウロの確信なんです。パウロの体験なんです。身軽に生きている人はこのことを自分の言葉として発することができるわけですね。もう一度ご一緒に読んでみましょうか。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。これが 身軽に人生を生きている人の確信ですね。5番目。時間を浪費しない。はい。時間を <laughs> 浪費しない。イエス様の教えの中には、こんなに普遍的な適用があるわけですね。先ほど解説しました。道端で挨拶するのこれ、挨拶してもいいんです。ただ、社交のために、長々と時間を使ってはいけないということですね。 中近東古代中近東の習慣で、道で会うと、長々と世間話が始まる。そういう無駄遣いをしてはいけない。なぜかというと、もっと重要なことがある。最も重要なことのために、時間を用いなさいということですね。人生には、リラックスする時間が必要です。しかし、リラックスする時間をどのように使っているかということが大きな問題になります。イエス様に向かい、 見言葉を学んでいる時もリラックスしている時間も基本的には霊的には神様から離れてはいけないそして重要なことのために時間を用いるという知恵と工夫が必要ですね6番目伝導がうまくいかなくても落胆しないこれなんです人を救うのは主の御業です私たちが人を救うわけではないんです だからその家に入って祝福の言葉を語るその家に福音を受け取る人がいたら祝福はその家にとどまるいなかったらその祝福は私に帰ってくるって言うんですだから伝道がうまくいかない場合に私たちに与えられる祝福は何かというと私たちが伝えている神の愛神の恵み永遠の命進展神,神地の希望そういった祝福が全部 自分のもとに戻ってくるんですから嬉しいことです電動がうまくいかなくても落胆しないということそして最後7番目多く与えられたものには多くのことが要求されるその通りです不信仰な町々がソドムよりも厳しい裁きに遭うというのはなぜですか彼らには主イエースご自身を見る特権が与えられたんで シュエスの言葉や弟子たちの言葉を直接聞く特権が与えられたんです。ソドムやゴモラにはそういう特権はなかったんです。ソドムやゴモラが厳しい裁きにあったとするならば、不信仰の町々は、ましてやより厳しい裁きにあうはずですね。なぜかというと、多く与えられた者には多くのことが要求される。神様の祝福を日々感謝して、 歩んでおられますか聖書を理解する力がついてきたと感じておられますかそういう一人一人に申し上げたいです。多く与えられてるんです、あなたには。あなたに多く与えられてるんです。あなたにしか与えられてない特別な賜物もあるんです。それを用いることが神様があなたに期待しておられることです。あなたに語っておられることです。 多く与えられた者には多くのことが要求されるんだこのことを今日の最後のまとめとして心にとどめようでありませんか。次回は「不信仰なまちの続き派遣する前の不信仰なまちへの裁きの予言ですね。それが終わると弟子たちは出ていくんですが伝道活動は記録されてません。弟子たちは次に帰ってきて、き 報告をしますどういう報告なんでしょうか。厳しい伝道旅行だというふうに言われていたんですが、驚くべきことに彼らは喜んで帰ってきたんです。その喜びの本質が何なのかということを次回取り上げたいと思います。ではお祈りしましょう。天の地なる神様、弟子たちに対するシュエスの教えから、 不遍的原則を学ぶことができました。ありがとうございます。二人一組で出ていく。祈りを優先させる。イエスの弟子は敵対的な環境に投げ込まれる。身軽に人生を生きる。時間を浪費しない。伝道がうまくいかなくても落胆しない。多く与えられた者には多くのことが要求される。これらのことを今日しっかりと受け止めました。 今週一週間、このことを思い出しながら、先週よりもさらにあなたに喜ばれる愛みをすることができますように、一人一人を守り、祝福してください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。